はい、今日も始まりました炎のディスクコマンドでございます。どうもよ。なんとかも息も大大に、しかもね、場所もあんまりあの前と変わらないところで実はやっているという、だまし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 やっております。よろしくお願いします。死んではいないぞっていうね。いやね、ロボコップね、あのイベントも終わり、そうですね、だいぶ空いちゃいましたね。でも1月だもんね、うん、今もう今や俺も花粉症で今死にたいなんで、やばいです、俺もですから、ね、途中でちょっとあのってなると思うんで、急になんかブツって変わる、その時は俺が一瞬こうモーションが変わった瞬間こうやって飛ぶんで、なんかね急に別の話し始めてる可能性が、ね、これはもしかするとエイリアンの仕業かもしれないということで、今回はスカイラインをご紹介いたしますスカイラインシリーズ改めてびっくりしたけど、2010年が制服、うん、はいはい、でこの度ちゃんとやりましたね、あのエイリアンに脳みそスポイルされて改造人間になった男がこうやってあいつがガーンってあの立ち向かったあのラス見て、うおースカイライン面白いと思って、いやだってそもそも続編やるんだっていうねそもそも、いやだけどあの時はそんな噂もあったでしょ、もうすぐ続編みたいな、あ最初あの一作目でやった時に、うん、それでもう俺的には早くこれ見れるぜと思ったら、さ日本やるのだいぶ遅れたじゃないですか、うん、公開するの、まあ、当たり前ですけど、もう俺海外版で買って見ちゃったからね、全然来る気配しなかったから、最初にだ海外で第一報出た時のなんかポスタービジュアルかなんか見て、うん、みんな爆笑したっていうねそっちかっていうねそっちで攻めてくるんだよ本当は。こっちがね、あの、まあ、監督がこなんか制服と奪還だと、うん、監督違うんだよね。違うんですね。でこっちの方はやっぱちょっとなんかやっぱ見る見るともうあの POV が流行った以降の、はい、まあモキュメントみたいな感じの、うん、結構かっこいい感じなんだけど、ベースのなんかそこがなんとなくやっぱり、うん、ベースがバカみたいな、うん、一応まあサスペンスでこうっていう感じで一体どうなってるんだっていうところで、最後でなぜかまあコメントありでも言ったけど、最後これはヒーローもんなんだよっていやー最高だねって言って、なんかいやだってね、あの脳みそブルンって取られて改造された時からもう脳みそが赤いわけですよ、周りがブルーのことビヨーンってことで、改造人間だったらあの妖怪人間ベンみたいなのがこうやってどんどん生まれてると、最後の主人公のらしき男の脳がこうやって埋め込まれるとこで、いきなりラストからするのいきなりラストから話しますから、だってもうこれは制服はもうだってもう古い映画なのもうだっていや当時ね、あの映画館行かなかったですけど、行かなかった、だけど BR2 回だったね、見てびっくりしましたよね。いやこれはもう俺が高校生の時見たらもうこれ心の映画になったんですね、まあ、この年だからなんか面白いけれどもやっぱナンバーワンなれないけど見てるからね、なんかこういうものだ、結構ずっとこう重々しいテンションでやってて、最後にはっちゃけてメタルで終わるっていうねボワーみたいな、だってあれだよ、一回敵側にね下った男が自分の意識を取り戻して最後ね、同じ姿をした敵と最後こうやって立ち向かう俺の子供のためにって俺の女に何すんじゃんみたいな感じでこうやって終わるんですよ、いやなんかねもうこのガーンってこんな感じで飛びかかるみたいな感じで、そうであの時流行った 3D 映画みたいな、あのパシフィック海のエンディングに近いような感じの あれで終わるんで、最初見たらかっこいい、これはいやちょっと本当にびっくりしたんですよね、これはもうね、うん、もう基本はもうあのね、あの変な光がね、うん、あのなんか降りてきてみんながそれとブー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 ってて、それでみんなおーって止まってくると、いやなんだあれは光に向かって人が吸い上げられてる、黒くなってこう掃除機みたいなことでブーブーって人が吸い上げられてるっていうところから始まって、ここの会社はなんかあれなんですよね、そのハイドラックスっていう会社がやってて、うん、いろんな対策の VFX でやってる会社なんですよ、だからなんかそこら辺の気合いだけど超入ってる、いややばいよね、ドッグファイトとか、うん、まあねちょっと今時間が経っちゃったからだけど、とてもそんな低予算で撮ってるとは思えないような、う、ね、2000万ドルとかですよね、すごい安いと思うよ、しかもこの時あの同時期にロサンゼルス決戦が確かこれの後でしたっけね、これね、だなんか実はまあ向こうの制作年度でいうと埋もれてる感じが日本だと、あと津波のせいでロサンゼルスは遅れたんだよ確か、ああでしたっけ地震の、確かそうだよね、そんなんあったか、でまあ日本がまず公開が遅れ、うん、まあもともと遅れたのに、うん、地震があってそれ津波のシーンなんか、うん、あそうだったか、なんか街が壊れるのがちょっとやっぱり、はい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 、あのちょっとあの当時よろしくないみたいな感じで、
でも完全になんかでもロサンゼルスの方に持ってかれた感はあったんだよな、なんかその宇宙人侵略者みたいなところが ね、いやだけど、やっぱりねロサンゼルス決戦ね、ちょっとちゃんと用意してあるから、ね、あれもあってエイリアン侵略者もうトップですか、もうあって俺発表があったからロサンゼルス決戦かよと思ってタイトルがねバトルオブロサンゼルスでしたっけ、なんかタイトルがね、そう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 、ね、だけどまあ私たちの中ではねやっぱりもうここに至るまでやっぱインディペンデンスデーがないとやっぱりいけないと思うん で、まあうでね、まあインディペンデンスデーがありもう私の中でエイリアン侵略までバトルシップ、ああもう傑作、うん、傑作中の傑作、これはありますから、もうこれだってこれでやっぱこれであの空の戦いね、これでまあ陸の戦いがあり、うん、でこれで海の戦い、そして今度は肉体を殺したまさかのこれでもうあれですよ、今地球人が作ってエイリアン侵略もの、うん、まあいっぱいあるけれども見て全部見てるわけじゃないけどもこれでも大体カバーしてるこれでもうだってもう空に陸に海にマーシャルアーツですよ、だから今回のところはやっぱりもうこの奪還でやってるっていうことに関してはもうこれはもう仕方がないですよ仕方がないこのね、この持っていき方にしたことに関してはもうこれしかないんですから、だってなんかでも本当にこの1を見た後にまさか2でしらっと出てくるとは夢にも思わなかったっすからね、だって最初にね、うん、あの失礼、最初にあの PV が出た時に、うん、だってあれなんかアジアの人が出ると思ってでなんかしかも完全にあのちょっともうゲリラっぽい感じのでヘルメットも軍用じゃなくてバイク用のヘルメットかぶってないと思ってなんかボーンって来たから、えすごい低予算になったと思ったらやってる男がなんかあれなんかどっかで見たような男がこいつ知ってるってこれ最初俺フェイクかと思ったからね、ああそうですね、すごい、いや監督がもう撮れなくて、うん、しょうがないからもう手弁当でなんかお金を集めるためにまず PV 撮った、うん、まあもしかしてそうかもしれないけど、そこら辺かと思ったらもう完全なあれですから、続編ですから、しかもこの一作目の制服の UFO がね人を掃除機に吸い上げて、うん、で改造人間にどんどんこうやって先兵として地球を侵略するっていうね、あのバカだけどまあ結構見応えがある、うん、あの世界観壮大な、それとシラット使いが出てくるというか、これが見事に合体してるっていうのがね見事に合体してるんだろうかこれは仲間強引さを感じられたけど、ね、びっくりですよ、だってそれは完全なるあれですもんね、続きですからね、続きであって 直後というか、まあ、ほぼ同時期ですからね、だから同じロサンゼルスで別のところから始まるんで ね、うん、前は、まあ、一般人でしたけど今回は刑事、まあ、目が寝てる間にそういうことが起きてっていうことで、うん、目が覚めた後もなんかどうしようもないから、うん、屋内に右往左往してる間に、まあ、最終的に、うん、まあ、吸われてヒーロー誕生みたいなヒーロー誕生しましたからねもうまずね、まあ、今日はもうあんまりあの段取りも考えてないんで、まあ、あれなんですけど、まあもうここ最近ね、もうこれやっぱりそのインディペンデンスデーから始まって、はい、うん、まあ言ってみりゃあれじゃないですか、もうあのまあもともと宇宙人に対して戦う、どう戦うかということに関して言うと、うんうんうん、やっぱりなんかまあ昔から50年代の SF 映画でも別にエイリアンと取っ組み合いをするっていうのは結構まああったんですけど、やっぱり今回のシラットをね素晴らしいっていうんであれば、やっぱウィル・スミスの功績っていうのですね、まず出てきたやつをまずグーでパンチしたっていうことに関しては、やっぱ彼がやっぱりエイリアンとはいえね、ベアハンドでやっぱり語り合うべきだっていうことを、やっぱ近年の歴史においてはやっぱりこのインディペンデンスのウィル・スミスが、いやアラジンのウィル・スミスが、ね、青いあいつだね、青いあいつが青く出てきたんだけど、結局黒人のウィル・スミスで「いやどうだい」ってやっぱり両国やったからねだからウィル・スミスだろそれ、黒人でやったらと思って、ぼんやり青く光ったウィル・スミス、ツイッターで面白かったのは、何かアラジンね、魔人がウィル・スミスの真似を待ちてるっていうね、そういう解釈すれば見れるって、ね、なるほどね、つぶやき、あなるほどとずっとしてたっていうね、ウィル・スミスの真似を、うん、まあ、まあもうこのインディペンデンスデーがねあり、やっぱりなんか、まあ、この後 ね、やっぱりあれですよ、みんな忘れちゃいけない
バンドリーがあるんだよ、マーズアタックが。あ、まあ、近年におけるあの宇宙人侵略もの、まあ、もちろん50年代とかもっと70年代ぐらい、まあ、それは宇宙人の侵略ってのはずっと絶えずフィクションの世界ではずっとされてきたんですけど、まあ、我々がこのやっぱりあの、まあ、インディペンデンスは CG って実際にミニチュアワークのあれですけど、まあ、やっぱりあの我々の、まあ、今現在の感覚で宇宙人が攻めてきたらということに関してやっぱり96年がやっぱりあのエイリアン侵略の、まあ、新たな元年であるという感じで、はい、こちらがあり、もう年代は分かりませんけどね、次にやってきた宇宙人3位ものすごい局地的な話のやつねもうね、これサインがやっぱあるわけですよ、なんか宇宙戦争ちょっとまあ壮大になりましたね、これ宇宙戦争、いやもう全然壮大じゃないよねこれまあこれもね、これもトム・クルーズが個人的な話、あの全くあの意思疎通ができない家族を連れて右往左往するだけの映画だからねいやもうね、この辺りから、まあ、宇宙戦争はね、まあ元々の宇宙戦争自体ももちろん宇宙人侵略ものとしてやっぱあって、まああの今回のねやっぱスカイラインのね、これだ監督したスカイラインのやっぱりねちょっと、うん、あのそこはかとなくやっぱりね壮大であり、なんかちょっとアホだなというところが、やっぱりあのなんか光を見たらそこになんか人が吸い寄せられて、それであの宇宙人っつったら光光線に人が吸い上げられるみたいな、そういうアホな50年代のねやっぱりこの、まあ、昔でいう空飛ぶ円盤地球を襲撃するとか、こういうアナログな SF 映画の匂い、それがありつつ、あとやっぱりね、まあこれは別に UFO に関係ないけど、やっぱりねあの相手を見たら催眠状態になって引き寄せられるというわけで、まあドラキュラ的な、そういうね、あとまあ俺たちが大好きなやっぱりあの何か光線を浴びたら何か見てしまって血の涙が出るみたいな俺は宇宙の深淵を見たみたいな、なんかあのなんだろう、はったり大したことやってないんだけど、なんかプツプツプツってまあね、なんかそういうあのあれですよ、ビヨンドとかマウス・オブ・マットネスとかね、なんかあのはったりもの、そこで一刻なるとみんなうーって集まってくると、ビョーンってみんなどんどん吸われてくると、やばいあの光見るとってまんまそれですもんね、こいつはねやってる、やっぱりベースがやっぱり私の年代からするとこういうね、なんか宇宙人したら人をこうやって吸い上げるもんだとか、やっぱそういうのはやっぱりあのなんだろう、なんかそういうネタってやっぱ YouTube だったり、まあ、CG が結構個人でも使えるようになったから、なんかキャトリー・ミュートレーションとか弥生純一とかね、あの家畜の牛がこうやってなんかもう、あの陰謀全部切り取られていたとか、なんかバックなくなっているとこ行ってな、チャララーダラララララみたいな感じの、ああいうものを育った俺世代からするとこういうクラシックな、なんかもうの手垢のついたようなものと、それと今現代の CG使ったハイセンスな感じで、それで制圧で人がどんどんボーってみんな吸い取られてるっていう、それでなおかつあれですよ、あの普通でそうやって吸い上げたらもうそれでいい、それでいいかなと思うじゃん、吸い上げられるんだから、その後さやっぱわざわざなんかあの生物みたいなやつらをバッカンバッカンまた地上に下ろして暴れ回せるさせるっていうのが一体どの程度意味があるのかとか、改めて制圧見てよくわからない、なんかね、吸えばいいんじゃないかっていうね吸っていいじゃんと思って、しかも制圧に関して言うと、しかもそのね、あの人間たちを襲っていた先兵の生物兵器の中身は実は人間の脳を移植されたやつらが、そういうことですね、ねえ、なんかあのしかもね、奪還の方では千年に一度あいつらは現れて狩り集めることだっていうことが驚愕の事実が出てくるんですけど、もう正直あのあれイコとヤヤンだっけ二人、なんか彼らが出てきた瞬間からそんなものはどうでもよくなる、早く戦えとまあもうね、こうやってあのまあでもまあ奪還の出る前にね、やっぱりいろいろと格闘技の先兵たちがやっぱりエイリアンと戦ったわけですよ、ジャン・クロード・バンダム、UFO 侵略、ウェズとバンダムが、それもあり、あとあれですよ、あれどこ行ったっけな、UFO 侵略はそこのカテゴリーに入れていいんですか、これは。いいんじゃない？ほぼ出てないですけど、この人。で、ドルフ・ラングレンも一応ダークエンジェルで。ああ、そうか。すっかり忘れてたね。まあ、やってらっしゃるんですけど、まあ、あのダークエンジェルはね、今これ早くもう、あ、日本ブルーレイ出てないよね、 DVD ね、出てないと思います。ダークエンジェルに関しては所詮あの宇宙の密売組織のバイあのあのバイヤーというか、まあ、あのスポイルする、
あの人間がこうやって気持ちいい時に出すエンドルフィンを吸い上げる売人とあの人間の刑事が戦うっていうような宇宙役の話ですか、別に侵略をしてるわけじゃなくて、まあ借り集めるって意味ではなんかスカイラインに近いかもしれないですけど、うん、まあ、あのさっきおっしゃった通りね、バンダムは、まあ、出てきて回し蹴りで挑むって書いてあるけど、これ皆さんまだ未見の方いらっしゃいますけど、まあ一回見てみる価値はあると思いますけど、正直言ってすぐブワーってあのなんかあの消えて終わりですので決して彼が円盤の回転に合わせて彼も回転して何かするしでかすんじゃないかとか一切ございませんので、これはもうね、もうあの完全にタイトルも見る以前にタイトルで出落ちですから、ジャンクロードバンダム妄想ですからね、これね、侵略はしてきます、うん、でウェズリーのコンタクトは頑張りますけど、あんまりあのウェズリーのあの力強いブレード的なものに関してはやらずどちらかというと気が狂ったブエルズリーの演技がずっと見れるという。これ見た記憶ないんだよな、あのね、うん、俺もね、うん、ちゃんと見たのにもう忘れてるいつだよこれそもそも。いやもう結構あれですよ、だからもうあれじゃない の, あの制圧の後じゃないのこれ確か。ああもう全然、うん、全然2017年度ですよこれは。だから2017年、うん、これ見るとこの間じゃないですか。そうだよ2017年、知らないわこれだってもう結構近いんじゃないの。これはちょっと前ですよね。でもいやもう2012年、そう結構これ前なんですよね、うん、でそういう意味ではまあどっちかというとあれだよね、あのスピルバーグの宇宙戦争に近いぐらいの時期にやってるのかな、うん、まあもうこいつらがやっぱりいろいろとね、格闘技とやっぱ宇宙人ともうこれベアハンドでこうやって戦うってことに関してこれだけ機会があってもかかわらず、まあダークエンジェルに関してはね、まあある程度だけど、まあやっぱりガンアクションがベースで、あくまでもあれですよ、なんかとんでもないマズルフラッシュが出る銃で、そうそうそう、キャリキャリ君、宇宙人が宇宙銃ね、あれ持ってるやつ使ってますけど、今回の奪還でようやくあれですよ、ウィル・スミスが放った鉄拳がここまで来たかとここに銃が届いたようやく届いた届いたということですよ。だから今までこれ先兵がいっぱいいて、もう何しろ今回はもう巻き込まれた刑事が宇宙船の中で、まあ、前回のね制圧の宇宙人、うん、もう主人公に、はい、お前ここに武器からつけろとかね、あの蜂のお尻みたいな武器をガッションつけてキュイーンなんかもうものすごいハイテクなもんつけられるなと思ったらぶっとい針がザクッてやるだけだからね、そのね、このビジュアルとかなってるんですけどね、このねこのねすんごいなんかぶっといのね、すごいだってあとね、よくよくで続けてみたら改造さ、まあ、あの宇宙人、はい、生物兵器で多分ね兵隊、はい、あれのデザインも完璧に変わってるからだからね、あなんかねそれはなんかね言ってましたよ、アクションさせなきゃいけないから、そうそうそう、スーツちゃんと人型にした、うん、だけどやっぱ CG でやらないでやっぱりボディースーツ作ってるのがかっこいいよねまあもちろん足りないところは CG で足してるんだけど、そこでやっぱあの宇宙人対人間の格闘技をやるんだっていう、だここのね、その前作の時ってそのまあ小さいその VFX 会社が自分たちこんだけやれるんですよみたいなことを、まあ、VFX 使ってやるのを、うん、逆いったんですよね今回 ね, そのねアナログで押すっていうね、いやだからどっちかというとアンダーワールドとかあっちの感じのね、うん、デザインが完全に違って、なんかあれこんなになんかスリムなやつだっけ、と思ったらもう出てきますから最後ちゃんと彼は。だって今回のこのリアムよく残してあるんだからね、オドネル監督、うん、完全にこっち側の人間でしたからねだけどやっぱ一作目のバカなところがやっぱりこの脚本家でしょ。そうですね、だから、うん、多分いろいろ頭がいい監督が、うん、正直言って制圧のコメントで腹立つんで、なんか俺たちかなんか生きて俺たち頭いいよねみたいな感じでずっと喋ってるんだ、こうやってあこれはねこうやってあの自分のマンションでなんかちょっと撮るときは床気づきちゃってなんか大変だったなとか死ねこの野郎と思ったんだけど映画面白いんで最低だお前らと思って、もう今回はもう最高ですから、なんかだからもうやっぱり思ったのはやっぱり脚本家の人のこの魂がバカだったんだなっていうのがね、今回やっぱりまあけどやっぱりそうやっていつもやっぱり私たちの中でエイリアンと集落だと思ったら最終的には肉体戦に持ち込んでやっぱプレデターを忘れちゃいけないわけですよ。まあこれですよね、これ侵略じゃないですけど、やっぱこれもあのスカイライン奪還
とはまた違う最初の導入部分で、まあ、いきなりねプレデターはね、あの優勢からの物体 X みたいに最初から UFO の方がプシューって入るところが来て、あれ宇宙人もんなのになぜ特殊部隊みたいな、で最初ねいきなり出ると久しぶりだなハハ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 ね、あの宇宙人対最終的にはもうやっぱ生き物対生き物っていう意味では、ああ本当にこれあれですよね、デザインこっちになってよかったですよね、よかったね、あの変なあのプロペラみたいなビョーンと飛ばしてるの謎の映像の中ねあれだったらこうはなってないでしょう、ジャンクロード・バンダムもねなんかちょっと本当に絡んだけどね、ジャンクロード・バンダムがみんなこれに入ってたと思ってるんですけど、その前のやつなんですよね、トカゲのやつで、しかもなんかもうすぐいらねえって言われてなんかそうそうそういろいろとね、まあ、最初の部分とやっぱ同日違うっていう意味では、まあ、あとはやっぱエイリアン2もね最初のところで、もうこれはもうあのやっぱエイリアンっていうところでやっぱもう基本的には人間を受け身でもうなかなか勝てないっていう一作目であったのが、まあ、2も導入部分はなんかまあそれからまた何十年後コールドスリープして見つかってっていうところで、それでまあ、あの新しい植民地制がちょっと連絡が取れなくなったんでって言って、まあやっぱりあの最初の導入部分からエイリアン、あのエイリアンと戦うんだっていうことに関して、うん、あのどうするんだろう、まあなんか予告編見てるから分かってるんだけど、やっぱ最初のところのあれだよね、もう早速そっちにボーって出てみんながコールドスリープから目覚めたっていうのは「I'm ready you!」みじんも、まあ確かに最終的に怖い話になってくるんだけど、はい、この時の見た時の俺のね最終的にみじんもエイリアン怖い感じがしない感じご機嫌のやつらがいやホットだぜもちろん殺されていくんだけども、これはいいとかね、いやこのねやっぱりやっぱスカイラインはね、そこかしこにやっぱり、うん、あのやっぱ制圧って前作のところでなかなかあのこの宇宙人たちっていうのはね、やっぱ、うん、あの一人ね、あの相手の力を手に入れた地球人ができたとはいえ、うん、なかなか手強いっていうのを思いつつ、やっぱだけどそれに対して最終的に人間が立ち向かってくっていう、やっぱね、いろんなこういった作品のやっぱりね熱い思いがなんかねこもってるわけですよ、私からすると。まああの思いついたものからどんどん話をすると、あとねスカイラインのシリーズいるときにこのアンデッドもぜひね、まだ見てなかったらぜひちょっと、このジャケットすごく覚えてるんですけど、これ見てない、覚えてないですよね、内容なんか。これも、あのまあもう一時期、まあ、あの当たり前でいろんなジャンルのごったにしようっていうところで、うん、やっぱあのゾンビと宇宙人と、うん、あのまあそういうもの全部結構混ぜてる感じの作品で、まあこれもあのまあ隕石が落ちてきて、まあこれも昔の映画からよくある、うん、隕石が落ちてきて当たった人間とか死んだ人間が次々とゾンビになって人を襲ってくると、で襲ってくるのにもうそれでもうあのまあ、立ち向かうために自衛的にどんどん殺すやつらができて、まあ一人まあ謎の男が出てきて、なんか謎の光に一回俺は去られたことがあるんだけど覚えてないみたいな、だけどそれ以来俺はこの日を分かったんだっていう、なんかもう銃で武装した男に引き連られて、あ、もう備えていた、そうそうそう、主人公たちがいて、だけどなんかそのゾンビたちをやっていくとなんか変な雨が降ってきたりって体が焼けるに熱いとかで、あの気がつくと仲間がこうやって謎の光に包まれてビョーンと空に向かって吸い上げられるとか、そういったあのなんだろう、まあこれが別になんか元ネタとかそういうことじゃなくて、なんかあのいろんなあの使い古されたネタとか、うん、SF とかゾンビとかそういうガンアクションとかそういうものを全部うまくあのなんか組み合わせたものとして、アンデッドはね結構イメージ的になんかちょっと通じるものが、ゾンビマカロニって書いてあります、ね、そう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 、マカロニなんですか、そうそう、まあ、うん、これは楽しみ見てないの、なんかでもね、このパッケージのこのなんかショットガンがこう連なってるやつ、このねショットガンも今となってはさ、ゲームまで含めたらこういう使い方とか、あとウォーキングデッドとかね、はいはいはい、なんかああいうのあると思うんで、結構ねあのハンドメイドで、はい、あの武器をこうやって複数合体させて一つの強力なウェポンにするっていう意味では結構ビジュアル的には結構アンデッド早い、かっこいいですよね、結構走りの、うん、1回のことアクションで4丁一遍にあの廃墟と相談ができて1回引けば4丁一遍にこうやってあの発射できるっていう、横にこう出したいわけですよね、そのいっぱいやったい、これで複数人ゾンビが来たらいっぱいこれで全部なるほど、ね、面を制圧するっていう、なんか
引き金一つで4兆分いけるってそうそうでガッシャってればいいそれで4兆一斉にこうやって廃墟し相談し打つことができるっていう意味ではこれはまあビジュアル的にあと宇宙人がそれに絡んでくるっていう意味ではなんかでまあそれであの逃げようと思ってここから早く逃げようと思って逃げていくとなぜか巨大な壁があったら外出られないとかね、うん、そういう意味では結構なんかあのスカイラインのようになんかすごい張ったり野郎、うん、なるほどねで実はこの謎の光で吸い上げられた連中は一体どうなったんだってことに関して結構、うん、まあこれはまあ俺が結構あの誰が見ても最高傑作という話だけど、うん、結構ねもうなんかその持ってき方が俺大好きなんで、うん、まあ言わないけど話だけど聞いたら超面白そうですからねまあ悪くないよ、うん、まあもう今見ちゃうと使い古されたネタばっかなんでまあまあ、まあ、もう時代が古いんでね当然まあ低予算な映画ですよねそうそうそう、うん、やっぱ宇宙人のところとやっぱりね最終的にやっぱり神様ネタは結構多いよね、うん、あと宇宙人というとあのもうあのあれだよねあの古代文明は実は宇宙人がみたいな、はいうん、もうだから結構宇宙侵略ものも途中でやっぱり神様ネタはすごく多いだからフィフスウェーブとも結構このあのちょっとやっぱりあの確かこれ新興宗教系が確か原作だったような、あ、そうなんですか、うん、気がするんだけどまあその前に言うとこれも多分宗教系でいくとノーウィング、あそうですね、終末、はい、あと終末のところで景挙ってなんか知ってる？景挙、うん、キリストのこととか神様のことをちゃんと信じてる人間は世界の終末が来ると助けられ、救われるみたいなネタ、はい、そういう意味で今回の光であの一部のに選ばれた人間がどんどん上に吸われていってこうやって消えて残された人間どうするんだろうって意味では、まあ、This is the end、 This is the end、 これに関しても結構あのビジュアルイメージ的にはこうやってスカイライン系のなんか何かに吸われていくっていうのがでこっちの方はもうあのスカイラインと同じなのはあのある意味別にこれはもう完全に宇宙人で、うん、完全に侵略の目的で、はい、これ本当に文字通り神様なんで、あもう神様が私のことを信じてる人間はこうやっていいことするとピョッ選ばれたーってみんな喜んでもう天に吸い上げられて残った人間はあのこの地上にバッコする魔物たちとか天変地異でどんどん死んでいくんですよだからあもう本当に神様がやってることにしてるこれはだから立ち位置的には残された人間同士の話なんでな結構あのイメージ的には同じなんですよ、うん、だから結構宇宙人のところをずっと突き詰めて考えていくとであの構成ネタとかいろいろそういう人が吸い上げられるみたいなことをやっていくと、うん、なんかだんだんとなんかね結構あアメリカ人ってやっぱ宇宙人好きなのってそういうのもあるのかなみたいな感じでちょっと ねすごくそれはね、うん、いっぱいあるんですよ、まあ、あとはねレフトビハインドそうですねレフトビハインドはごめん今度もちょっとケースが忘れてきちゃったけど、はい、まあ同じ原作でこれも実際には同じ現代レフトビハインドで人間消失っていうのがねこれも真剣あの新興宗教の多分カルトのカルト教団確か原作のやつレフトビハインドっていうあれですよねあの服だけ残してそう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 今日消えちゃうっていう、ね、あとまあこれは別になんか座れるわけじゃないけど人が消える映画としてはスティーブン・キング原作のランゴリアーズとかねあれも飛行機乗ってると気がつくと寝て起きていた人間だけが消えてるみたいなあ人が目が覚めたら消えるみたいな、うん、で残された人間がウォーサーをシリーズするっていうような感じね、うん、これはレフトこれね結局ね今回注文して届かなかったんだけどこのレフトビハインドはこれまあこれ1本あってこれが3部作最終的に人がいなくなあのかあの神様をが信じた人間が消えていなくなってそれで反キリストの教祖世の中あの世界を破滅に導く男が現れて予言通りねそれと残された人間と善と悪の戦い続きもんなんですか？あこれは違う同じこれはね一作目に関しては、この人間消失の一部分だけをクローズアップしたのがニコラス・ケイジのレフトビハインド、うん、あそうなんですか。このレフトビハインドの方は最終的にアルマゲドンの話になってくるんですごいじゃんめちゃめちゃ面白そうじゃないですか。いや面白くなるんだけどねなんかねちょっときついよねこのシリーズ一応見たけど久しぶりにあまりよろしくないテーマに追いついていない感じですか内容がそのこれだったらやっぱり人が消える話だけどノーウィングのが面白いよね。これも神様に選ばれた人間だけが最後にエイリアにじゃあ僕、ね、君たちは選ばれた人間だから一緒にこうやって宇宙でまた人類をこうやって存続のために選ばれたんだよって言ってニコラス・ケイジが
行ってこいっつって、俺は行けないんだけど。なんでノーイングは面白いよこれは。これもだってなんかね、あの予告だと、まあ、飛行機が墜落するシーンとかがすごいですよみたいな。で、あの世界の終末が来るって、だけどもうね大好きだね、やっぱりなんか俺たちが大好きなあのマウスを待ってるのもそうだけど、基地、あごめんね、基地外が分かる、ね、何か数字を見てるとここに謎が隠されてる。もうこれ最高だよね。であれさ、よく考えると死者の数なんて正直言って正確な頃分かんないんだよ、あれは。だって大量で死んで、あの例えば土砂崩れで死んだ時に、はい、何人亡くなりましたってもそれも分かんないんだけど、それが全部新聞の記事を調べると完璧に合ってる。いやーそれはないんじゃないのとかなんかちょっと思うんだけど、最終的にはそれで、わ、これはこの最後の数字って場所を示してるんだ、このね、ニコラス・ケイジの突っ走り方も最高だねこれね。いやだからこれもオチは隠してきたじゃないですかずっと、うん、だからその映画、僕これ映画館行きましたけど、うん、面白いよねだってね、本当まあ度肝を抜かれますよね。あ、そういうやつだったんだっていうね。さあおいでって言って、いやもうこれはいいですよ。まあ残ったね、うん、ニコラス・ケイジはね。レフト・ビハインドシリーズは実は今回あちょっと言いかけてダメなんだけど、うん、頼んだんだけど届かなかったんだけど、うん、レフトビハインドネクストジェネレーションってまたね、うん、ティーンを主人公にした新しい展開がレフトビハインドあるらしいんで、うん、人間が消えるシリーズが大好きですよぜひね。まだまだだからもうその一ジャンルとしてもレフトビハインドあるんですよ、なんかこう人間が消えるシリーズとしてはね、うん、楽しい。